さあここからがとても大事なところです。皆さんのこの手が友達にしたこと、家族の手、先生の手、友達の手が私にしてくれた、それを思い起こしてください。今読んだ少年時代の体験のようにもう一つ例を出しますからね、その間に思い出して。私の生徒が言いました。6歳1年生の時でした。小学校に入学をした。友達がいないので学校に行きたくない、行くのが辛くなった。そうすると朝起きるとお腹が痛くなって頭が痛くなる。経験あるかな、ないかな。オランダは大概ないでしょ。そんなのなったことある人、はい、あった、よかったね、よかったねじゃないね。はい、その時に私のおばあちゃんは毎日1時間以上大丈夫だよ、おばあちゃんがついているから大丈夫だよ、ずっとさすってくれたおばあちゃんの手が私に元気をくれました。おばあちゃんの手は魔法の手のように私を勇気づけてくれました。皆さんがした手かされた手か、はい、これまでのことで思い起こしてください。思い起こした人すぐスピーチしてください。はいはいはい、お二人いますね。はい、はいはいはい、どうぞね。私のテレビ見たら分かるでしょ、こうやってね。はいはい、どうぞ。Now, when I was 6 years old, is my father overleden. And mijn moeder heeft me heel veel troost gegeven door me te knuffelen en mijn handen vast te houden. En dat was heel fijn. Ik heb heel veel hulp gehad. お母さんの温かい手。今日お家に帰ったらお母さんにそのことを、私人に伝えることできたよって、日本から来た金森に伝えることができたよって報告してあげてください。 OK? はい、サンキュー。はい。これ彼女の息子です。おお。マザーにいっぱいお世話になっています。はい。Nou, toen ik, ik was een keer bij een vriendin en daar was een heel dierbaar iemand van haar overleden. En toen had ik haar getroost. En omhelst en zo, en dat vond ze fijn. Dat was mijn dag. Ja, dat betekende veel voor haar. Dat weet je nog. Oh. ね、そういう温かさ。ね、本当に手はね、温かいものを、ね、別にこれファイヤー火ではないのにすごい温かいものを励ましを力強さを与えるんだよね。サンキュー。